はい、こんにちは。今日は中国の経済情勢についてお伝えしてまいります。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。まずはニュースを読んでまいります。不動産市場が急激に低迷している中国の各都市で不動産物件が供給過剰となっている。大幅値下げをして販売する業者が増えているが、値引き前に購入した住民とのトラブルも起きている。中国の不動産専門シンクタンクが12月10日に発表したリポートによると、国内主要100都市の新築住宅の在庫は11月末時点で5億2110万平方メートルに達し、2016年8月以来の最悪の水準となっている。在庫数は36ヶ月連続で前年同月比を上回り、在庫の平均消化サイクルは 12.5 ヶ月と長期化している。中国で3線都市、4線都市と呼ばれる地方の中小都市で在庫のダブつきがとりわけ深刻で、在庫の消化サイクルは2年から3年に及ぶ。中国では2020年にパンデミックが拡大し、製造業や観光業などが低迷すると不動産へ投資が集中、不動産価格が高騰して市民から不満が高まり、政府が今年夏に不動産市場の過熱を抑える方針を表明した。その後、不動産大手の恒大集団の債務危機が発生するなど、不動産市場が一気に冷え込んだ。不動産業者は当座の資金を得るためにやむなく在庫の安売りを開始、当初の販売価格からの 25% 値引きも珍しくなく、半値近くにする業者もいる。不動産市場が寒くなるほどマイホームを買いたい庶民の心は暖かくなると歓迎する声もあるが、湖北省武漢市では10月に値下げ抗議デモが発生した。1平方メートル1万5000円から1万6000元、約27万から29万円でマンションを販売していた業者が、1万2000から1万3000元、約22万から23万円に値下げすると発表したことに対し、つい最近マンションを購入した住民らが、資産価値が一夜で30万から50万元、約539万円から898万円下がったと反発。業者に値下げした差額の返金を求めて拒否されると、市政府庁舎前で自分たちの主張を訴える抗議デモを敢行した。こうした事態を受け、各地方としては社会不安を招く事態を防ぐため、業者に値下げ制限令を打ち出し、同時にマンション購入者に補助金支給や免税措置をすることで、部分的な実質値下げを図り、不動産の在庫解消に取り組んでいる。中国で不動産といえば7月までは価格高騰ばかりがニュースだったが、半年足らずで値下げが深刻な問題となり、ジェットコースターのような激しい展開を迎えている。このように報道されております。で、こうして見てまいりますと、中国の不動産市場がですね、日本のバブル崩壊の情勢と、似てきているかなという感じがするように思います。まずですね、東洋経済オンラインですが、中国国家統計局が公表した最新版の中国統計年間のデータによれば、中国の出生率が1949年の建国以来の最低記録を更新したことが分かったと、このように報道されております。そしてマンションの年収倍率ですとか、不動産貸し出しの総量規制や、税制の強化、民間貸し出しの GDP 比など、そうしたことを総合的に見てまいりますと、バブル期やバブル崩壊期の日本と似てきている状況があるように見えます。そしてこうした中ですね、やはり注目されるのは中国恒大集団の情勢だと思います。ロイターですが、12月28日には2023年6月償還債と25年償還債の計2億5500万ドル強の利払い期日が到来する、このように報道されております。でさらにですね、年明けにも次々と利払い日が到来します。12月28日の利払い期日、これ以外にですね、年明けでは2022年1月22日1億1750万ドル、2022年1月24日2億3500万ドル、2022年3月23日8353万ドル、2022年3月29日4750万ドルと、このように報道されております。ですので、こうしたことから、ある種恒大ショックと言えるようなですね、情勢が今後中国経済に影響を及ぼす可能性はあるように見えます。で、中国の恒大問題に端を発した不動産問題というのは、金融機関や社債保有の投資家に加えまして、下請け企業への未払いですとか、資材メーカーから工場請負業者まで、中国経済全体への影響は計り知れないように見えます。
またですね、他方習近平政権の共同富裕という政策発表以降ですね、学習塾産業ですとかゲーム産業がその影響を受けていると思います。でこうした中ですね、 IT 教育不動産各部門で大規模なリストラ、当局の規制受け、中国における経済不安は不動産業や建設業にとどまらず国内の多くの大手企業にも波及しています。中国当局による IT 教育不動産などの業界に対する規制強化の影響で大規模なリストラが行われており、数万人に及ぶ人々が失業したと見積もられています。これらの業界の多くは経済成長の原動力となり、所得水準の向上に寄与していました。しかしその状況は変化しつつあるようです。習近平総書記は当局が行き過ぎた資本主義と主張するこれらの業界に対して締め付けに乗り出しています。エンターテインメント業界もまたその影響を受けています。芸能人や著名人が中国共産党の政治的価値観に沿わない内容を発信した場合、情報発信の場を失ってしまうケースもあります。中国における最近行われた人員削減の一例として、動画配信サービス企業 iQIYI では記録的な従業員数の一時解雇が行われているとされています。専門家によると、同企業は昨年末までに総勢約8000人(7721人)の従業員を要していました。しかし来年2月までにおよそ 20% の従業員が失業する可能性があります。 TikTok の親会社バイトダンスもリストラを進めています。今年初め同社は10万人以上の従業員を抱えていました。しかし今年8月以降、数千人単位で人員の数が縮小しています。教育業界に関しては、家庭教師による週末と休日の講座を禁止する規制が設けられました。中国の学習塾大手ニューオリエンタルエデュケーション&テクノロジーは年内に4万人の従業員を削減する計画を発表しています。生徒数の減少に加え、家庭教師の授業時間が制限されるなどの規制は、教育業界に進もうとする大卒者にとって厳しい現状となっています。11月には16歳から24歳までの若年層の失業率が全体で 15% 近く(14.3%) に達しました。昨年の約 13% (12.8%) を上回りました。失業率はさらに悪化すると予想されています。中国共産党教育部の報告書によると、来年夏には大学短大卒業生が1000万人を超える見込みです。このように報道されております。こうしてニュースを見てまいりますと、習近平政権の不動産政策、そして共同富裕政策というのは、今後中国経済にとって、足かせとなってですね、響いてくる可能性があるように見えます。で、こうした中ですね、中国は来年北京五輪や2022年秋に開催予定の第20回党大会ということが予定されていると報道されております。で、そうした中、中国当局による厳格なパンデミック政策というのはですね、2022年もほぼ年間を通して制限措置が続くとの、そうした見方も報道されておりまして、これはですね、中国経済にとって無視できないものだと思います。で、このパンデミックのですね、感染拡大防止のための対策というのは非常に重要なことなわけですけれども、一方で経済活動をどのようにするのかということで、このパンデミックの感染拡大防止対策と経済対策ということは、非常にですね、各国そのバランスの取り方ということで、日本含め、アメリカ含め、あるいはヨーロッパも含めですね、世界各国が非常にその対応に国民政府ともにですね、努力しているという情勢があると思います。で、ただですね、やはり中国の場合はこのパンデミックの封じ込め対策というのがかなり厳しいという情勢はですね、他の国と比べても見えてくるというところがあると思います。習近平政権による厳格なパンデミック対策と不動産政策、共同富裕政策という、これらの政策によって現状中国の経済は大きく揺れているように見えます。習近平政権は2022年、この中国の経済情勢と米中情勢というこの2つのことにおいてですね、大きな局面へと差し掛かっているように見えます。で、こうした情勢に加えまして、この前の動画でも申し上げたんですが、ロシアの動きですね、ウクライナをめぐる情勢ということも関わってくるように思います。で、ロシアのウクライナへの情勢が2月に、何か大きな動きを見せるようなことが万が一もしありますと、台湾情勢ということも動きが出てくる可能性があるように思います。ですので、そうした観点からも、北京五輪後、中国のですね、経済情勢、そして米中情勢、これらは2月以降の情勢ということに向けて注目すべき重要なニュースなのではないかと思います。今後もこのチャンネルでは、この中国情勢、ロシア情勢、そして米中情勢についてお伝えしてまいります。ありがとうございました。